バッファロードピュー駅はニューヨーク州ドピューディックロード55にある駅である。当駅はバッファローセントラルターミナル駅の代替駅として1979年にバッファロー市のアムトラックの主要駅として建設された。1893年にこの駅の近くにてエンパイアステート急行の蒸気機関車が当時最速である時速 181km の速度に達した。 当駅は1979年10月28日に開業した。バッファローセントラルターミナル駅はその日の朝に廃止された。元々の駅舎は以前のミシガン州ディアボーンに建てられた臨時の駅舎として営業していた建物であった。高級的な建物はニューヨーク州運輸省によって建てられた。2014年9月23日には バイソンの彫像が駅舎前の芝生の上に捧げられた。かつてバッファローセントラルターミナル駅内の著名なスポットを占有した同じような作品を彷彿させる。ファイバーグラス製の彫像のための資金はニューヨーク州内の鉄道遺産支援団体によって集められた。アムトラックの停車する列車は下記の通り。ありがとうございます。